音声チェック喋って。なあ、やばばこ。ひなこ殴んないでごめんなさい。痛い。ひなこやめて。やめてごめんって。もうしないから許して。イメージ悪いやん、そんなんやめて。友達。いつから関西人になったん。どうもこんにちは、ぶちぶちです。どうもこんにちは、ひなこです。サンドだぞ、しんです。ということで、もうそろそろ、いつかわからんけど、恋のぼり、いや違う、あれ何の日だっけ、子供の日。どういうイントネーション、なまりすぎやろ。子供の日が違いということで、ラスマップ、恋のぼりの中からの脱出やっていきたいと思います。はい。ということで皆さん、チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録の方法は、こことこことここを押してください。そして高評価を押すと、恋のぼりを食べます。おいしい。おいしい。頭から食べると頭が良くなって、尻尾から食べると、足が速くなるらしいんだよね。別の撮影で聞いたの、その情報。さあ、ここに本がある。いじめるな、サンドをいじめるな、お前。ちゃんと友達料振り込んでね。しゅん、これ見てどう思う？怖っ。いや、感想薄すぎやろ、お前。はい、ということでね、見てみましょう。ポイントからの脱出、謎解き簡単、設置簡単、隙間普通、パズル普通。これ、あれだ。キモい、お前、見てくんな、お前。はい、押します。今日は子供の日だ。早速だけど、今月発売のゲームで遊んでみるか。今日発売な。今月発売はまだ発売してないもんね。じゃあ、ちょっと見に行こうよ。見に行くか。え、なんかすげえ、サイコロの紋章がある。ほんとだ。あ、瓶が入ってる、ガラス瓶。地球儀にしか見えないんだけど。これ四角やん。いや、丸が表せなかったみたいな。ちょ、隣の部屋行くか。隣の部屋、チェスト。あ、エンチャント瓶。暗証番号入れるのがある。なんでテレビに暗証番号ついてんの？いつものことでしょ。あ、ここになんかあるよ。ほんとや。これまだ行けないんじゃね？チェスト、紙がある。暗証番号書くやつだ、これ。あ、なんかある。画面電池。おい、邪魔だ、お前。順番に行きなさいよ。なんかあるんでしょ。いや、なんもないよ。なんで嘘ついたんだ。あ、見つけた。ここにボタンある。ほんとや。ガチャガチャ行ってよ。向こうの部屋で何か起こったとか、こんなんあったっけ。あって、いやいや、こんなんあったっけ。これ見て、俺着てるように見えてね。見える。マスオさんみたいな。あ、待って、ひらめいたかもしれない。旬のひらめき。じゃあまずここに水入り瓶入れて。はい、入れた。こっち来て。あいつなんで片言なん。ここ入れて。違う、そういうわけじゃない。違う、取れよ、お前。取れなくなっちゃった。え、あ、取れた。もう焦る、ほんとに。あ、なんかあったよ、どっかで音がした。あ、ここや。あ、ここ行こう。あ、なんかあるよ、チェスト。行く。狭い。邪魔。解読の本だって。海賊の本。解読だよ。はいよ。玉川選手の目線、1134567891、小さい数から4桁の暗証番号を入れなさい。はいよ。誰、海賊。お前らの海賊そんなんなの。これだ、この、これ床のやつだ。携帯だよ。2348。てれれって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 。これなんだっけ。ドラえもん。ドラえもんか、オッケー。2348。これを使うと暗証番号が解けてテレビ使えます。おぉ、すごい。こういう登りゲームや。こっから本編ね。ボタンを押してどこの層からプレイしていこう的な。あ、そう。じゃあ俺青行く。一人ずつじゃない。一人ずつとかじゃなくて。じゃあ俺はどこ。ここにさ、鍵穴あるからさ、この上で待ってて。じゃあ鍵穴プレイ。うん、オッケー。ふざけんじゃねえよ、おい。緑からやろう、緑から。はい。おお、びっくりした。なんだここ。え、すげえ、こういうのぼりになんか入ってきてる。すげえ。これは？これは？あ、今の押すと戻るのね。あ、戻るのか。あれ？これ何さんがボタン押してるだけ。何してんの、お前。おい、やめろ。これ開いたら戻ると思ってたわ、俺、今まで。バカじゃん。それ何入ってる？エンチャント瓶。あった。羽、矢の素材3。今の、あ、絶対サラの編集にされる気がして、言ったら後悔したな。え、大丈夫だよ。俺のチャンネルではゴリラのチャンネル。ゴリラチャンネルだから。いや、ほんとに嫌だ、もう。なんか、せめてちょっとツインテールのサラとかにしてほしい。ブラつけてるツインテールのゴリラにしとくわ。あ、それにして、オッケー。それなら許す。え、これまた暗証番号だ。ほんとだ、暗証番号4桁。上に。あ、上にボタンあるね。まだできないんじゃない？ここの一部屋だけじゃ。一回戻るか。じゃあ次、ひなこの色。
オッケー、ピンク来た。なんかほら、あるよ。これ、さっきのさ、下の順番じゃね？で、ここになんか、矢の素材2。向こうの弓矢を押したら、これが多分、ニョキニョキニョキって伸びてくるんだよ。あー、ニョキニョキシスターズね。ってことは、ここにひなこが、こう、立ってたら、ブシャッ！刺さって死ぬ。死ぬとか、嘘なこと言わないでね。まだできないんじゃないかな。矢の素材1がだってまだ見つかってないもんね。あ、シュンの大好きなアスレチックだよ。もう、特別なもの見つけたのに教えない。自分で今触ってるじゃん。あ、紙だ。シュンさん、ちょっと、とりあえずお手本見せてよ、このアスレチック。一回もミスしちゃダメだよ。これ落ちたら喋るの禁止ね。やはい、喋るの禁止。はい、お口チャックね、お口チャック。代わりに3度喋るの禁止ね。さあ、こう行くのか。え、なにこの透明のやつ。あ、はしごだ。あ、うざ。お前も落ちろ。お前も落ちろ。あ、意外、あ。え、結構でも。で、結構でも。やり直すな、お前。結構でもから。あ、いける。簡単、簡単。余裕余裕。喧嘩すんだよ、うるせえな、おい。もう下手すぎやろ、もう。あ、終わった、オッケー。あ、ごめん、ちょっと。ごめん、ごめん、ごめん。間違えてクリックしちゃった。ああ来れたよ、ひなこちゃん。キーボードなんか通っかな、なんか調子悪いんだよね、なんか最近。すぐキーボードのせい、そうやってね。マウスなんか最近調子悪いんだよな。はい、すぐそうやってね。あ、俺、小指立ててないからかもな。あ、それはそうだよ、絶対。俺、アセチックやってる最中って小指立っちゃうんだっていうのをね、動画で初めて知ったんですよね。右の方向いてジャンプして左。ちょっとね、ちょっとね。ちょっとだけ。違う、バカじゃない。もう、行こう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 。あ、どこかの鍵だって。ちゃんとクリアしたいの？クリアしたい。頑張りたい。頑張りたいの、自分の。さあ、頑張れ。サンドマルが泣く。おい、ひなこ！待って、今違うから、こいつが押したの、ほんとに。俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。青とりあえず行ってみるか。そうだね、行こう。お、楽しそう、楽しそう。何？何これ？これなんだ？これどういうやつだ、これ。あ、なんかあるね。矢の素材1。オッケー、全部揃った。最高で2個同時に使用します。重なってる。どこ行く、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 どこ行く。あ、サボテンで消えないようにしましょう的な。一旦それだ、一旦それで、ぐるぐるさせて、押して、はい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 。で、次は次。あー、やばい。あー、ここで3人これ踏んでなきゃいけないんだ。じゃあ、お前ら任せたぞ。オッケー、来た。来るぞ。バカ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 。え、ちょ、ひなこ、ひなこ引っかかってんじゃん、おい。誰、私のこと叩いた人？知らない、誰？サンド、サンド。お前じゃん、絶対。え、俺じゃん、俺じゃん。俺じゃない、俺じゃない、俺じゃ。はい、来るぞ。行け、行け、行ってる。あ、行った。あー。あ、急げ、急げ、急げ、危ない、危ないよ。オッケー。オッケーオッケーで、オッケーオッケーオッケー。で、もう行った。で、どうなのこれ。もう一個を運ぶんだよ、ここに。あ、なるほどね。はい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 。おいおい、勝手にやんな、おい。ブンタブンタブンタ、バカバカ、ブンタ危ないな、お前。あ、いけ。あ、間違えた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 。ダブルクリック、ダブルクリックしちゃったわ。さあ、これで来た。そっち行って。あ、来た。オッケー。あ、弓がある。確か作業台が戻ったらあったよね。ある、ここにある。ある。これだ、これで作ろう。はい、作れよ、お前。矢ってどうやって作んの。オッケー、作ったよ。オッケー、ナイス。無限の弓矢。なんですぐ撃つんだよ。しれ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 、やばい、やばい、やだ。もうやるぞ、もうやるぞ。最初ピンクじゃない、緑じゃなかったっけ。いや、緑ので弓矢押すんだよ。あれ、ボタン陥没してる。おい、ボタン壊れちゃってる。弓矢刺さってるから。あ、弓矢刺さってんのか。そっちのせいじゃねえかよ、お前。俺のせいだった。行くぞ。なんでみんなボタン見つめてるっていう、気持ち悪いな。中になんかあるんじゃない。後ろ後ろ、ほら。オーケー。オーケーだね、オーケーだよ、お前。目どうなってんだよ。白樺9。ジャングルが7。アカシアが5。ピンクの順番じゃないの。じゃあピンク見に行こう。あれ、同じ順番だね、あれと。そうだね、右からやれば良いっぽい。あれ、間違ってる。ピンクの方。え、ピンクの方か。こっちか。こっちに入れた。違う、こっち鍵穴だ。あ、じゃあこのどこかの鍵をこれ入れる。どこかの鍵、そこ。おぉ、アミダくじになってる。アミダくじ。アミダだ。ガラスから始めるってことか。こう行って、こう行って。最初オークだ。オーク、オーク、オーク。アミダクジー、アミダクジー、アミダクジー、ジャングル。アミダクジー、アミダクジー、アミ、シナカバ。アミダクジー。もうしなくていいだろ。アミダクジー。やりたいの？うるさい、やりたいの？アミダクジー。おーい！はーい、どんまーい。2795。オッケー、入れます。オッケー、入った。来た。なんか来た、なんか来た。
だこれ。あ、鯉のぼりの鍵。痛い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 。なんで殴る、なんで殴る、なんで俺なんだよ。お前が殴ったからだよ。おい、チェンジャーって、チェンジャー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 、やだ、あー。で、これ鯉のぼりの鍵ってなんだ。あれもなんか全部終わった。あ、終わった。あ、これ、あ、これか。じゃあ入れます。はい、解読の方。ちょっと間違えた、間違えた、これじゃない。なんで、なんびっくりした、なんだよ。ゴミ捨てんなって、お前。開いた。お、これで脱出成功だ。おー、帰ってきた。戻ってきた。えんだー。めっちゃ暗くね。え、なんでサンドなんで暗いの。あ、こいつ死んだからあれだ、効果ついてないのか。お前らのせいじゃねえか。ずっと足効果なしで真っ暗の状態でやってたの、こいつ。かわいそうだね。いや、スクショして。サンドの視点はどんな感じなのかな。ホラーマップやってんのか、お前。お前らのせいだろ。